はいどうもバチールですえっ、ー、とね、実はね、さっきね、あの YouTube のね、ライブ配信ってやつをね、やってみようかと思って、えー、ちょっとライブ配信ボタンをね、ポチッと押してみたんですよ。まあ、実際それでね、ライブ配信が,配信ができるやつもうそのまま喋、えー、っていこうかと思ったんですけど、えー、なんかライブ配信を始めるのには24時間、あの最大で24時間程度かかりますみたいなことが出て、 まあだからライブ配信をする、この人がするよというのになんか許可がいるのかいらないのか、なんかよく知らないけど。ということで、えー、ライブ配信できなかったんですね。まあね、あのー、一応実験的にやってみようかなと思ったやつなんで、まあ今後やるかやらないかわかんないですけど、えー、まあやれるんだったら一遍ぐらい試しにやってみようかなみたいな、えー、そんな感じがします。 えー、今日の話題なんですけどね、えー、実はね、昨日入った人がいるんですよ、うちの会社にね、昨日入った人がいて、えー、まあ、その人がなんか面接に来たよっていう話はちょっと前に聞いてたんですけど、えー、で昨日入ったよっていう話とその、昨日入ったところの職長から、えー、どんな人だったよっていう連絡は受けてたんですね。 まあ実際僕もね、まあ一緒の現場に今日なってみて、まあ喋ってみた感じ、えー、とてもまあ、喋るのが好きっていう感じの人で、うーんまあ悪い感じはしない人だったんですけど、逆に言うといい感じもあんま,あんまり、その、いや喋、仕事をする上ではすごい楽しかったんですけど、あのー、 プラスになるというかちょっと違和感を感じるとこもあったんでまあちょっとねあんまそこまで高い評価はあの僕の中ではしなかったんですよねまあというのもねあのー、向いてると僕らの仕事が向いてるとは思うんだけど本人のがそこまで乗り気じゃないかなっていうだからひょっとしたら まあ入ったんだけど、もう来週ぐらいにはいなくなってるんじゃないかなっていう、そんな気がします。まあ、どっちかっていうと自分の理想を求めて、まあ、会社を転々としてるタイプでしょうね。だから僕が思うに、そんなに長いはしないんじゃないかなって思います。でね、その人とね、まあ、まあ、おしゃべりな人だったんで、僕もよく喋って、 喋りながらね、まあ、初めて来る人なんで、僕が一緒にずっとつきっきりで世話をしながら一緒に仕事をしてたわけなんですけど、あのー、ち代さん、楽しそうに仕事しますね、みたいな感じのこと言われるんですね。あのー、僕はその時間が経つのがね、あのー、遅くて遅くて仕方がないんだけど、みたいな。まあ、 で僕はね、まあ基本的にあの年々時間が経つのが早くなって早くなって仕方がない人なんで、まあ人生ね、楽しくやってるんですけど、で、やっぱね、そういう、うん、だって仕事だからっていう理由で、その、仕事をつまらないものだっていうふうに認識してるからじゃないですかって。 あの金稼ぐ手段としてしか考えてないとやっぱりその時間はかかりますよってだから僕ももともとはそうだったけど今はもう仕事をあのどうしたらうまくいくかとかそういうことを常に考えながらやってるからそ,のそうするとなんか時間っていくらあっても足らないし、ね、この時間までにこ,うこれとこ,うこれとこ,これをやって。 でついでにこれこれこれをやりたいみたいな感じのことを考えてたらあの本当に時間ってあ,のああもう過ぎてまったって,っていう感じになるんだけどねみたいな話したらああそう <laughs> まあ確かにそうかもしれないですよねみたいなことを言ってたんだけどあのー、やっぱ仕事ってさ、あのー、人間誰しもやってるじゃないですか。 でほ,とんどのほとんどの人が一日で一番たくさんやってるのが仕事だと思うんですよ。まあ8時間勤務とかだとね。まあ8時間以上睡眠する人もいるかもしれないですけど、まあ8時間い、ね、社会人で8時間睡眠してる人はほとんどいないと思うんで。でっていうことになると、1日8時間の作業っていうのは、まあおそらくほとんどの人間にとって、 まあ、一番やっていることなんですよね、一日で。まあ、例えば僕なんかだと、まあ、その後ね、この YouTube 撮ったりとか、まあ、食事の時間とか、あとゲームをしたりとか、勉強したりとかね、あのそういうのあるんですけど、あ最近ね、ちょっと、ね、ゲームに、まあちょ、ちょっとしたゲームにはまってで、ちょっとしたゲームにはまったせいで、全然勉強が滞っちゃっているっていうね。 またこれはよくねえなあってまたゲームやらやめ,とやめなきゃいけねえなみたいなそんな気分はあるんですけどね。でやっぱりさその自分がその主体で動こうとしないと時間ってなんかすごくつまらないものになったりするんですよね。 だから僕の場合、自分、趣味もそ,のそうだしまあ仕事もそうだけどもう自分がメインでそのだから他人の指示を聞くんじゃなくて自分で動くっていうことを考えているからいやすごくね時間を有効に使わなきゃいけないと思ってるしの時間が足らないし。 まあやってて、ね、充実感もあるんじゃないかなと思いますね。だからこれがね、あのー、僕がその指示出されたことをそのまんま、はいわかりましたって言って、そのまんまやるだけの仕事だったら、あのー、それはもう全然つまらないと思うんですよね。まあその中でも、じゃあどうすればこれが早くできるか、どうすればうまくできるか、どうすれば、あの、精度が高くできるかっていうことを考えながら、 あのおそらくやってまあそれでねあのやっぱり時間の経過って早いと思うんだけど僕の場合だけどそれがねもうその,その余地が全くなく、まあ、例えばねここに1本棒を引いてくださいでじゃあはいできましたじゃあその棒をここに 300本引いてくださいめちゃめちゃ時間経つのかか,あの時間か,かると思うんですよねあのそれ。それが何があるか分かんないしだから今そ僕はそれを何のためにやってるかも分かんないし、あのー、それに何の面白みを感じないしでなんでやらなきゃいけないのか。 そしてそれに何が意味、何か意味があるのか。どうすればいいのか。全くわかんないじゃないですか。で、それで、例えばこう300回ね、こうやって線を引く。めちゃめちゃ時間が、なんか、ゆっくり流れてるような気がします。えー、これね、まあずっとね、こうやってやってるとしましょうよ。まあ、これまだ10回ぐらいしかやってないですよ。 でこれを300回やってくださいって、やり続けるこれなんか意味あんのかな <laughs> だからこういう無駄なことをやり続ける。まあ、この明らかに何の意味もないじゃないですか。この空気中に棒を引いているだけです。あのー、本当に全く何も意味もない。で、これ今ね、僕画面を見ながらこうやってやってるけど、 で画面を見ながらこの同じ軌道全く同じ軌道を、あのー、指がね通るようにちょっと今工夫をし,やだ,し,しだしてるんですよで、まあ、なかなかうまいこといかないんですけどでこうねだん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 その全く同じ軌道を描けるようになってきてるわけですよでしょ 今これね、僕どうやってやってるかっていうとね、この画面のね、自分が映っている画面の、あの、鼻の下ぐらいのところね、あの指、指の先が通るようにね、ちょっと工夫しだしてるんですよ。ということで、その、だん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 、その、指の軌道が正確になってきてるわけですよ。というように、あの、こうやって、あの、 同じ仕事をするにしても、何か考えながら仕事をする。何も考えないで仕事をする。これにはめちゃめちゃ大きな差があると思うんですよね。で、この、例えば今僕がね、この指でこう線を引くっていうことをやっていたわけだけど、えー、それですら、その人によって差が出る。で、その意識の問題で差が出るっていうことはあると思うんですよね。うん。 だから本当にね、人間気の持ちようで何でも変わるなっていうのをね、あのー、感じたんですよ。だから僕、今日、めちゃめちゃやっぱり仕事してて、時間経つの早かった。もうあっという間だった。でも、明日はこれをやらなきゃいけないな、これもやらなきゃいけないな。じゃあ、そのためには朝からこうしよう、こうしようっていう契約がもう頭の中に入ってるんですよ。で、 まあ今日早く終わんねえかなああようやく終わったっていう人は多分明日のことも考えてないんですよねまあその人がねまあ初めてね一緒に仕事した人なんだであのー、まあ仕事自体その与えられた仕事に関しては本当に一生懸命やる人だったんであのー、ま,まだましなんすよねあのー、普段連れてってる、ね、おっさんよりは全然ましなんですけど なんだけどそれでも意識の差でめちゃめちゃうんいや動けたんですよ動けるんだけどやっぱちょっとモチベーションによってその動きが良かったり悪かったりの差が激しいなみたいなまあそういうところはあったっすけどねうんだからその意識っていうのの大切さ まあ、それこそさあの筋トレとかしてる時もなんか自分の使ってるその今その筋トレをしてる時に使ってる筋肉を意識しながらするとなんか筋肉がつきやすいみたいな話があるじゃないですかなんかそういうのと一緒でやっぱりその人間何をやるにも意識をしながらやるとそのそこがなんか伸びるというか、えー、そういうとこはあるんじゃねえかなみたいな まあ要は気の持ちようっていう話なんですけどね <laughs> まあ気の持ちようがその実生活に影響するのかしないのかまあほ本当に分かんないけどだけどそれでもまあ僕は一応ね楽しく今,今楽しいしまあおそらくねあの充実した毎日をこれからも過ごすと思うんですよねで時間がない時間がないって言いながら70歳ぐらいまでいくと思うんで あの、やっぱこれってすごく幸せなことだと思うんでね。まあ、それこそね、か、あの、可愛い年下の彼女でもできりゃ、それこそ言うことはないんだけど、まあ、それはね、他人がいる話だからね、どうしようもないんで、<laughs> こうやって、僕は自分一人のね、あの、楽しい空間を楽しんでいこうと思います。ということで、終わりにしましょう。以上、パチオでした。バイバイ。